皆さんこんにちは、クリーンと申します。こんにちは。今日も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今日のゲームは何じゃろな。今日のゲームは1月30日に発売された、コーヒートークだ。コーヒー店を一人で切り盛りするバリスタと、個性あふれるお客さんとの物語のあるゲームだ。主人公はバリスタで、お客さんに合った飲み物を提供していき物語を進めていくゲームです。価格は1320円。体験版もありますので気になった方は、体験版をやってみましょう。日本語ローカライズがしっかりしていて、会話のやりとりが面白いゲームだと思いました。このゲームは PC 版の他に、Switch、PlayStation、Xbox でも発売されており、だいたい1500円前後で販売されております。ストーリーがメインとなるので、ネタバレは極力避けて紹介していきたいと思います。さあ、あなたもバリスタになった気分でこのゲームを遊んでみるのです。私はすでにクリアしていますが、2周目は少し会話内容に変化があるみたいです。はい、ここがいろいろな人が集まるカフェ。コーヒートークです。お店の名前がコーヒートークなんだね。それでは、このゲームに出てくるイカれたメンバーを紹介する。やっぱお物は消毒だー。本日1人目のお客様。人間、のフレイヤさん。やっぱー。このお店の常連であり、ジャーナリスト兼ライターのお仕事をなさっておる。いつもこのお店に来ては、記事を書いてるそうな。カフェでパソコン開いてどやってる人を。どやってるかは置いておいて、少し雑音がある方が落ち着くってタイプの人だね。お家だと誘惑あったりで、逆にはかどらないこともありますものね。フレイヤさんは気さくな方で、明るく元気なって感じの人。ただ、今回は何やら悩み事があるみたいで。悩み事や落ち込んだ時って、誰かに聞いてほしい時あるよね。そんな心の隙間を埋めるのが、私たちの役目。ドーン。それはダメ、ドーンってなったら終わり。約束を破る人が悪いのよ。はい、ここでフレイヤさんからの注文いただきました。トリプルショットエスプレッソー。ここで注文のコーヒーを作ります。コーヒーの他に抹茶、ココア、がありますね。まだ、素材がありませんが話が進んでいくと増えていきます。トリプルショットエスプレッソは、コーヒーを3回選んで作ります。コーヒーベース、抹茶ベース、ココアベース、紅茶ベースに何を入れるかでいろいろな飲み物になります。中には、おまかせとかこんな感じでなどの注文をいただくことがあります。その時は情報を整理して、その人に合った飲み物を作ってあげましょう。違う飲み物を作ったりすると、バッドエンドになることがあります。コーヒーってこんな種類あったんだなって思いました。このゲームをやって近くのカフェ巡りもいいなって思いました。本日2人目のお客様いらっしゃいました。いらっしゃいませー。頭に角が生えた種族のお客様です。はい。頭に角が、はい。この世界では人間以外にも、いろいろな種族が住む世界観でエルフ、サキュバス、人狼、宇宙人、海星人などたくさんの種族がいらっしゃいます。2人目のイカれたメンバーを紹介するぜー。こちらルアさん。サキュバス、の種族です。頭脳明晰で、仕事で一目置かれる存在。家族愛がすごくある、親孝行な方ですね。正直私はサキュバスと初めて話しますが、人間と変わりなしです。はい。彼氏さんとの待ち合わせのようですねー。そういえばサキュバスに男性、女性ってあるんですかねー。天使は両生類らしいけどね。ハイエナも両生類らしいですぞー。はい、注文はいります。ココア系の何か。ココア系の何かいただきました。ココア系の何かって何かな。ココアでいっかな。あ、もうココア全部いらんだろ。ミルク、いらんいらん。ココア一択よ。苦味すごいことになってるぞ。ココア系の何かだからいいんだよ。ココアで。ダークチョコレートの出来上がりー。お待ちどうさまー。お残しは許しませんよー。意外と高評価。我が腕にかかればこんなもんよ。本日3人目のお客様いらっしゃいました。いらっしゃいませー。耳が大きい人種のお客様ですー。ああ、もうわかった、エルフですねー。本日3人目のイカれたメンバーを紹介するぜー。エルフ、のベイリースさん。フリーデザイナーをされている、先ほどのルアさんの彼氏さんです。もうイケメンの一言で終わります。ああ、もうこの写真がイケイケの陽キャ感出てますねー。こらこら、今何か聞こえましたぞ。いやいや、何もありませんよ。
え、なに？このリア充に私が飲み物を？はい。ご注文いただきました。苦くて眠くならないやつ、ミルク入れてラテアートをご所望です。はぁ、注文多いしラテアートまで言いやがったぜこいつ、ははは。ちょっとサナエさん心の声出てますよ。お客様に聞こえてたらヤバいですよ。あーはいはい。反省してまーす。そしたらちゃちゃっと作りますよ。苦くて眠くならないやつ。まあコーヒーだよね。それにミルク。と。苦味が多くて、ミルクは言ってこれでオケだね。はい、ピッピー。それでラテアートぶち込みますねー。このゲームラテアートもできちゃうんだねー。とりあえず、この辺にささーっと。ってそんなめんどくさいことやってやんないんだからね。ここすでボタン間違えて、ラテアートしないで出しちゃいました。はい、お待ちどうさまー。何も書いてないのに可愛いと言ってらっしゃる。エルフの目には何が映ってるんだろねー。まあ何事もなくてよかった。このままお店任したら潰れそうだな。私はただのバイトでーす。あ、ちなみに日本でコーヒートークっていうお店実際にあります。関係性があるかはわかりませんけども。ただ名前が一緒ってだけでしょうかねー。ということで本日のお客様なんと3人。え、マジヤバくね。なーに、まだまだこれからよ。二人の話を聞いていると、何やらこの二人は結婚を前提に付き合っていて、そろそろ結婚をしようと思っているらしい。ただ種族間の違いで、エルフのベイリースさんの親御さんが猛反対。下劣なサキュバスと一緒はダメだと言われ、目下喧嘩中らしい。エルフにも色々あるんだねー。なんかさっきまで嫉妬してたのが急に応援したくなりましたぞ。お姉さんにもいいことあるさ。頑張っていきよな。それでもベイリースさんは結婚をしたいらしく、家族を捨て一緒にいたいと告白。ただサキュバスのルアさんは、家族愛があり家族を捨てるなんてダメだと言います。そしてルアさんのご両親も、この結婚には反対してるらしくうまくいかないご様子です。結婚とは難しいものである。お互いの気持ちだけではダメなんですかね。一つだけ言っておこう。よくわからん。さあ、いろいろありまして1日目の営業は終わりです。お疲れ様でした。お先でーす。相変わらず帰るのだけは早いやつだな。さあ、今日のニュースはっと。おはようございまーす。今日もよろしくねー。おや、もう誰か入ってきたようだ。フレイヤさんだ。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。開店直後すぐ来店。早すぎだろう。はい。二日目二人目のお客様です。いらっしゃいませー。あれ、おまわりさんじゃね。とうとうウプ主のロリコンを嗅ぎつけてやってきたかー。このゲーム4人目のイカれたメンバーを紹介してくぜー。ジョルジジュンさ。ここには見回りと言ってよく来るそうですが、ただのサボりみたいです。なんだ、捕まえに来たわけじゃないのか。日本ではなかなか見ない光景ですが、海外だと警察官の人が、カフェでコーヒーを買ったりするのはあるみたいですよねー。日本だとクレームとか来たりするんですかねー。まあそれはさておき、勤務中なのかな。それにしてもタバコ吸って飲み物飲んでって結構自由ですね。それだけ平和ってことでいいんじゃないかしら。あっちこっちで警察官が駆け巡る街もなかなか嫌そうなもんだけど。とにかく、甘くてヘルシーなコーヒーを所望みたいです。昨日よりも少し素材が増えてますねー。蜂蜜と、生姜があります。ああ、甘くてヘルシーなコーヒーね。蜂蜜ぶっかけりゃいいだろ。生姜も少々加えたろ。できました。蜂蜜生姜コーヒー。そのまんまのネームだな。お待ちどうさまー。コーヒーと蜂蜜って合うのかな？コーヒーに砂糖入れるようなもんだろ。知らんけど。とりあえずこれでいいみたいね。ああ、フレイヤさんも注文みたいです。いつものだって、エスプレッソだろう。はいはい、エスプレッソねー。コーヒーコーヒーコーヒー。コーヒーぶち込んで、あらよっと。はい、出来上がり。お待ちどうさまー。キザなセリフと共に出すコーヒー。人によっちゃうわーなんだこいつってなりそう。うわーなんだこいつ。とまあこんな感じで来るお客様に、飲み物を出して話を聞くゲーム。話が面白いのでぜひやってみてくださいね。
まだまだ登場人物はいますが、それは自分の目で確かめるんだぞ。飛び抜けた個性のお客様もおられますぞ。笑いあり、びっくりありのストーリーになっております。絶対ハマること間違いなしですぞ。それではジョルジさんと、フレイヤさんの話を聞きながらお別れしたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。